今回はメルちゃんがミツリちゃんの色変え塗り絵をします。メルちゃん頑張って。はい、この絵を見ながら真剣に描いていくね。大変身するからぜひ最後まで見てね。ミツリちゃんのお目目の特徴は幅が広い二重と綺麗な太めのアイライン。そしてまつげの数は1、2、3、4、5本。このバサバサまつげがみつりちゃんの女の子らしさを出してるんだっちね。お口もにっこり笑ってて小さなお花がかわいいね。次は前髪か。何か描く時のポイントはあるかにゃ。眉毛が出るようにシースルーな感じで描くことかな。なるほどです。可愛い下がり眉毛を見せないとですね。それじゃあ次は髪型に入りますよ。三つ編みでちね。そうだけど実はみつりちゃんって3本の三つ編みがあること知ってた？知らなかったバブー。なんで3つに分けてるのかというと、みつりちゃんの刀って新体操のリボンみたいに薄くて柔らかいじゃん。だから戦いの時に自分の髪を切らないようにと動きやすさとバランスを重視しているから三つ編みを三つにしているっていう噂があるんだって。と言ってる間にだいぶ完成してきたっち。あとはみつりちゃんを描く上で絶対外せないこの髪の毛のシャ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 っとした毛流れ。これを描いたらいよいよ下絵の完成ですね。ふう、やっと描けたよ。わー、かわいい、上手。でも今回の見どころはこの絵がどんな風に変身するか。私たちは色変え塗り絵、赤ちゃんたちは斑点塗り絵に挑戦してみたけど、メリちゃんはどんな風に塗るの？それは色変え塗り絵と混ぜ混ぜ塗り絵だよ。なんだっちかそれ。まずは桜餅色の髪の毛の色と、みつりちゃんの日輪刀の水色とピンクを塗り替えます。まさか日輪刀の持つところと入れ替えるとは思わなかったにゃ。本当、私黄緑とピンクを上下で入れ替えるだけだと思ってたわ。みかんちゃん、それだけだと単純すぎだっち。そうよね。それにしても水色髪のみつりちゃんなんて超新鮮だね。可愛くなる予感しかしないのにゃ。ピンクも塗ってみてにゃ。わかった、じゃあシミュレーション的な感じで少し色をつけてみるね。ってめっちゃ可愛くない？そうだ、この子は夢からのみつりちゃんにしよう。となったらお目目はどんな塗り方にするの？じゃじゃーん、この目を見てください。中がハートになってて恋柱って感じで可愛いでしょ。みつりちゃんにすっごく似合ってるっち。中のハートを潰さないように紫やピンクでグラデーションに塗っていきます。白いインクで光を足すよ。下半分とハートはぼかすように入れていきます。これでどうだ。恋するハート目のみつりちゃん、まあ、夢交換がすごいわ。よかった。さあ、この髪の毛の色で最後まで塗っていくね。ってちょっと待って、なんか水色塗りすぎじゃない？あ、間違えちゃった。全部水色で塗っちゃうとこだった。ねえ、まだ修正効くよね。間に合うよね。それはどうかにゃ。なんかどんどん縮んできてるにゃ。本当だ、どうしようどうしよう。とりあえずこっちをピンクに塗っていく。現実逃避。こういう失敗があるからアナログの絵って難しい。毛先がすっごい滲んで大変なことになってるんですけど。このまま失敗なんてもったいないバブ。ああ、わかった。濃いピンクで影をつけていったらいいんじゃない？どうかな、どうよ、どうかな。みつりちゃんごめん。黒い点でね、描いたのがいけなかったのかな。あとの祭りだよね。あとの祭り、果たして修正できるのか。メルちゃん、次の手いきます。この白い絵の具を使うのはどうでしょうか。やらかした部分にお さっさと塗っていきます。どんな風に仕上がるのか、みんなもぜひ見届けてにゃ。あらあら、とっても苦戦しているようです。こうなったら思い切り
きって赤で塗ればいいのか。ちょっとストップ、まだ乾いてないのに上から塗るなんて絶対にダメ。そうか、乾かしてる間に他のパーツを塗りましょう。香りは何色にしようと思ってたの？ああ、そうそう、なぜなぜ塗り絵だ。今まで使ってきた水色とピンクをミックスして紫ですね。この色を内服に塗っていくの。今度はにじまないように気をつけなくっちゃ。藤色でめちゃくちゃ可愛いな。中の内服は濃い紫にしていくよ。メルちゃん失敗しないように気をつけてにゃ。そうだよね、頑張るよ。刀と髪の毛の色を変えたから、みつりちゃんの日輪刀は黄緑とピンク。あとはボタンとこの塚の部分を塗っていくよ。うん、次は髪の毛か。もうできないよ。メルちゃん、嫌なことだからって逃げちゃダメよ。諦めたらそこで試合終了なの。最後までやり抜きましょう。私も手伝うから。みかんちゃん、わかった、メルちゃん頑張る。みかんちゃんの言葉のおかげで勇気が湧いてきたよ。こういう細いペンで上から描いてみるのはどう？なんか黒ずみが消えてきていい感じじゃない？間違えたと思ったら白インクで修正よ。みかんちゃんありがとう。やっと夢川っぽい感じになってきたよ。できた！メルちゃんお見事よ。よくここまで直せたわね。素晴らしいよ。それでは肌もお願いしますっち。みつりちゃんの肌の色は美白って感じで透き通ってて綺麗だね。あー、メルちゃんこれを見てにゃ。みつりちゃんのほっぺうっすらピンクだにゃんよ。ほんとだ、お化粧をするみたいにチークを入れて照れてる感じも出るし、これぞ恋する乙女って感じ。でもなんか物足りないような。もっとキラキラした夢かわ感とか。目の付けどころがいいわね。そう思ってこちらの先生を呼んできたわ。夢かわな世界を教えてくれるプリンセスユニコーン先生とジュエルアップカレン先生よ。よろしく。いやー、2人ともキラキラしてかわいすぎる。その秘訣は何ですか？ぜひみつりちゃん前に行かしたいです。ズバリこのジュエルよ。キラカワになりたいのならそれが一番ですわ。なるほど、これをみつりちゃんにデコればいいのか。このトンボのシールをペッ。ちょっとお待ちよ。ただ単に貼ればいいってものでもなくて、色のバランスが大事ですわ。こちらの絵はもう十分夢かわに仕上がっていますので、同系色のシールを上から貼るだけで十分だと思いますわ。なるほど、そしたら水色のところは水色を貼って、ピンクのところはピンクを貼っていけばいいんだね。そしてみつりちゃんといえば恋するハートだよね。ぺたり。そしてところどころにオーロラに輝くストーンや紫のストーンを散りばめていく。着物の裾は恋する呼吸イメージのきららめハート。みつりちゃんの目元にはホクロがあるんだよね。紫を重ねて夢かわっぽく。あ、最後に目尻にアイシャドウを塗ろっかな。バッチリオッケー。先生たちの助言のおかげでキラキラ可愛くできました。メルちゃんが色塗り失敗した時にアドバイスくれてありがとう。どんな風になったのか早く見せてっち。それでは全ての色を夢かわに塗り替えたメルちゃんです。シールもとっても似合ってますわ。夢かわカラーのみつりちゃんもかわいい。似合ってるって思ってくれたら評価をぜひ。みかんのねずこちゃん、レモンの炭治郎、僕たちの前日、メルちゃんのみつりちゃん、全員大合格。